皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオ VS ダンキーコングやりましょうか。はい、さてついに今日が最後のエキスパートコース、15面と16面やっていきたいと思います。多分激ムズです。死ぬと思います。頑張ります。さて本当に最後の最後ですね。ここのコース攻略しましょうか。台湾ダックがちょっとね、一部まだ終わってないんで、まだね完結ではないんですけど、でとりあえず今あるコースね、最後のコースということで、多分これがね、もうこれで終わりだと思うんだよね。下の白いバー見てる限り果たして攻略できるのか、行ってみましょう。まずは15面、槍砲が見えるステージだね。槍砲がどんな感じのコースですか手加減お願いします。槍砲、ちょ一回見るか。まず青いプレゼントは赤いやつ押さなきゃいけないから、あ、じゃあ青いやつ押さなあかんのかな。あれ右上押すのかな。左上の取って、あれ取って、青を押して戻って、で鍵をなんかその辺置いていくって感じか。オッケーオッケーオッケー。ゴールの道筋はできたね。これどうすんだろう。こうかな多分。よいしょ、あー持てた。よいしょ、ういいらん、ういもうない、よいしょ、でこう取って、でスイッチを押す。ちょっと待ってね、これ左下取らなきゃダメだな。まずはよし、えい、まあまあ今のところ問題ないでしょう、ここまでは。はい、はい、プレゼントはコンプリート。さてこれは持っていく必要はあるのかな。ねえ、あばっす、やっつけれんかったわくそもうあのハンマーいらないんだね。ってことはあのパックフラワーはやっつけない方向で行くのかしら、多分ね。多分だけどね、多分ね。どうすんだこれ。こういって、うん、あーなるほどなるほどなるほど、ほろほろつい、ダメだちょっと待ってやめてもらいます。うん、ここ投げてこうやって、なんでだよちょっと待って、プレゼント取るまでは簡単かもしれない、ここのステージ。うーしょ、怖っ。プレゼント取った後がなんかちょっといやらしいコースですね。すいませんでした。一回こいつら仕留めるか。ほらお前ら邪魔だ、こいつらが悪い全部ね。ほんと世界のなんか悪いことも全部こいつらが悪い。よし、待て、無茶をするな俺。よいしょ、投げてオッケー。あ、いったやろこれで、クリア。ちょっと待て、うふふふふふふ、ちょろすぎる。2回死んだけど、よーし、でかい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 。さあ、エキスパートコース15、まあクリア、うん、素晴らしい。いやいや、よかったよかった、ナイス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 、ナイス、いい感じだったね。さあドキドキワクワク、めんどくさそうだな、もう見た感じ、見た感じ嫌だな。俺ボム兵のギミックいっちゃん嫌いって言ったじゃん最後に最難関がやってくる、最後のエキスパートコース勝負と行こうじゃねえか。ドンキーコング、この戦いに結末を、いきます。うんうんうん、なるほどね、うん、バーティッまあまあだね、うん、やるじゃん、いい攻撃だね。これどうすんだ、あ、乗ってたらいい、あ、乗ってたらいいのか今の、で、はじけ飛び、早く焼けろよ焼けろよってマリオが焼けたちょっと待って待って、このコースやばいかもしれません。皆様なかなかに、実に面白いですねこれ。はい、ここでいいや、よし、ドーン、焼かれマリオ、やばトゥルバトゥルトゥルテリブレッダーだ。どこかの国の言葉が出てしまった今のちょっともうやだなここ、普通にむずいじゃんこれ。よし、一回見よう見ずにやってた、まずいまずい。ここにプレゼント、ベルトコンベアでこのボム兵2体送ってって感じかな。で右側スイッチを入れ替えてここの道作って、
行ってドンって、あーオッケーオッケー、シンプルですね。うん、シンプルになかなかいいコースですねこれは。はい、うん、ボーン、残念でした。時間足りますこれね。え、うい、よし、待て、危ない危ない、これ時間は足りるか、さすがに。よいしょーい、ちょ、邪魔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 いか、よし、はい、ついスイッチ押しといて、ベルトコが逆になったね、これで。よし、うい、取ります。2個目取ったよ。どうしたらいいちょっと一旦落ち着いてほしい俺、うん、みんなには。よし、うい、次、君も来て、あ、まあ、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり、時間は多分ある、時間はある、時間はある、うん、ういよいしょ、 OK、 次考えろ。わからん、あ、ビビった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 、ういよし、うえい、あ、一旦、うい怖いっすこれでジャンプでいけない、ジャンプでいけない、いけるけど、ちょっとボム兵をどうにかせなあかんやこれ。ボム兵くん、ちょっとあの来てくれ、待っていいですか、早く。これクリアできたくないねえ、ほい、危ない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 、クリアできたくないこれ、ほい、よーし、いった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 、お疲れ様でした。序盤が最難関いったっしょ、全クリアでいいよね、いってる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 、ナイスー、パーフェクト、マリオくん全コースクリアおめでとう。いや、すごい、拍手拍手、すごい、やった、え、なんもない、なんもなさそうやでも136個の星見事獲得でした。そう、ゲームもお祝いにワンナップくれたからもらっとこ、うんいやー、よかった。いや、でも結構ボリュームあったね、136もステージあったんか、全部でね。うい、ちょっと待ちな、これどう、待ちな、これ逃げられそう、おい、鍵よこせ、よし、オッケー、ということでプレゼント開けましょう、 Thank you。 よし、ヘッド残機、最終的に46残機でした、おめでとうございます、よろしくですさて皆様、でもこのゲームまだ終わりでございません。さて、タイムアタック、全部埋めております。星の下にね、時計のマークあるんですけど、これタイムアタッククリアしたかどうかの証なんですよね。エキスパートコースまだ終わってません。そしてワールド7プラスからまだタイムアタック終わってないので、今日はちょっと続き埋めていきたいなと思います。頑張りましょう、大変だよみんなこれ埋めるの。さて、ミスティックホーレスト35秒いきましょうか。よし、いや、でもやっぱ全コースクリアできたのは嬉しいね。これで全部クリアした果てに何かあるのか言われたところだって感じなんですけど、ねえ、死にました。これどうすんだ、あ、よし、ちょっとね、スイッチを開けといて、こうやって行きましょうっていう、そんなコースでしたね、ここは。オッケー、お疲れ様でした、じゃのー。よし、本来であればね、槍砲を下のトゲゾーンまで連れてこなきゃいけなかったんだけど、それ無視すればいいコースなんで、まあ、なんとなくで行けるコースでしたね、ここは。よろしい、へい、じゃあ次、出たな。でも、フォレストのステージだからのエキスパートだったかな、15面って。ファイヤーパックにて。パックンフラーうざかったもんな、ほんと。よし、あいつにやられることも一生忘れねえぜ、俺。これ、運ゲですね、多分。違うかもしれん。ちゃうかも。あー、待て、これ押したらなあかんのに。これでやろう。高く飛べるだろう、これで。
はい、次も。はい。いい。こっち来なさい。はい。いいことだ。はい、こっち来なさい。頑張って。はい。はい。最後も押しかけましょう。ここで。時間足りないっすね、これ。あ、お尻が、お尻真っ赤っかなっちゃった。お猿マリオだ。よし。じゃあ、ちょっと行きますか。ここ、ジャンプ。オッケー。開けてねー。よし。まあ普通にやれば普通に攻略できるコースだもんね。この辺もサービスでも欲しい。ナイス、いいこと。よし、次行こうか。さて次です。どっとトワイライトシティはやりたくない、まだでは次3面7の3タイマタックだ。よし、46秒よろしく。おい、タイマタックで46秒やばいぞこれ。相当ボム兵じゃねえか。ボム兵はなしで約束したじゃん俺たちで。ねえ、ボム兵だけはやめとこうよ。ねえ、俺もマジやめてほしいっす。ういえ、これどうすんだこれ本当に。うい、連れてきてね。うい、一旦登ってきて。よいしょ。ほい、まあこうやっていくコースよね。ほいオッケー、わかった、攻略法は。よし、さあこれでベッド。ほい、あれうちの子は何をしてるんだい。ねえ、ほい、こっちおいで、飛びなさい、こっち。よし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 。で、ほい、行くぞ、次。オッケー、スイッチ押して、で、ここ開けて、間に合うかな、時間。間に合いまーするー。おいでやすー。オッケー、ガクラウ。まあ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 、やり方さえ思い出せばいけるコースだね。まあ、一回、1ミスぐらいで攻略していこう。7面ぐらいからむずいから。うん。許容1ミスまでで、ね。頼むよ、ダイダラくん。頑張ります。うっ、ダイダラ頑張ります。行きましょう。32秒行きましょう。これどんなとこだ、大砲のコース。まあね、なんかとりあえず乗りで登ってきゃいいんだろ、こういうコースは。こういうコースだよ、乗りでぴょんぴょんしときゃなんとかなんだよ、こうやって。ぴょん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 。はい、頑張って。はい、ぴょん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 、はい、ぴょんぴょん、はい、ぴょん、はい、ぴょんして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 、こっち来て、はい、はい、次。待って、今操作ミスごめんなさい。よし、ハイピョンして、マリア死ぬかもしれん。なんで大人のですがよ、マリオなんか落ちてるし、右下よし、さてっぺんところまで来たぞ、見てみよう、頑張れ頑張れ。おいえいす、よし、ちょっとさっきより周期が悪かったんだな、さっきは。ほんと危なかったぜ。よし、ナイスー、どんどんクリア。まあ、周期悪くても1回待てばクリアできたんだよね、さっき。だから待たない心を持ってなかった俺が悪い。ごめんなさい。待て。待て俺。はい、次。さて、バサバサみたいなやつ。コウモリ野郎ですね。40秒。なんか長いコース増えてきたな。一桁のコース、ぼ。はい。これってさ、どうやって行くのが最速なんだろう。今みたいな感じでぴょんぴょんするのか、いっちゃん早いのかな。わかんないや。一旦こっちおいで。マリオだよ、ごめん、マリオだよ、こっち来て。よし、マリオだよ、ごめんよ。はい、全然道分からへんけど、マリオだよ、マリオだよ。よし、マリオだよ、頑張ってきて。時間が足んないっす、どう考えても。はい、ちょっとゴリ押しがすぎる、死んじゃっためちゃくちゃすぎる俺が悪い。これマジどうすんだこれ、ねえ、これこうやって入れるしかないけど、方法絶対間違ってんだよなこのやり方。でも俺はそれしか知らないので、俺はこれでやります。はい、来てください、ここまで。キッズよ、来たか、ダラキッズ、ダラキッズ来たらこっちだ、落とせ、落とせ、次こっち。はい、死にます、解決編いきましょうか。結局これの方が早いかもしれないということで。
どうもダイダラです。よし、でマリオくんが入るとこうやりまして、こっちまで来てもらいましょう。頑張って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 、来たー、偉いよー。よし、で今度は君と一緒に行く物語、こうやって上から行くわけよ。で次こういう、あーいつさ何やっとんやーってやってゴール。なんかご利用しな気する。本当にこれでいいのかわからない。でもクリアできたら全部 OK そう、クリアできたら全部 OK、 そういうことです。皆さんありがとうございました。よし、ナイスー。はい、次大砲行きましょう。さて38秒か。ってなるけど、これなんかクリアするだけだったら結構簡単だった気がするんだよね、ここのステージ。実はでもなんかクリアするだけじゃないのも難かった気がするんだよね。なんだっけ、どうやるんだっけ、わかんねえや。でも38秒あるからね、はい、行ってもろって。押し出し1本、あれはいらないな。あいつはそういや何してんだよ、これ時間足りないかもしれない。おいおい、でイエローを押して帰るよ。帰る時間切れです。まあでもや、だいたいやりたいことは OK、 わかった。いや待って、これウルトラデラックスショートカット使えばいいのではなんだそのショートカット、聞いたことない。そう、ウルトラデラックスショートカットとは、そう、このミニマリオに乗り、そのまま無理やり無理やり行くことである。うえふい、地味に行けんかも。ここここやったとや、うい、頑張れば行けそうな気する。ゴリとの推しの根性で、よし、バーキッション、行けるかどうか確認だけ。ゴリと推しの根性で行ける。オッケー、全部理解したこれでいいのだ。よし、ゴリと押していけるんだったらもうそれで解決じゃん、このゲームってことなので、やっぱ世の中ゴリと押してできてます、皆さんこのゲームは。はい、ということでミニマリオくん行きますよ。今から今から冒険へ、冒険の時間だ。よし、やじろ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 やじるミニマリオ、行くぞい。よっしゃ、お疲れ様でしたよし、素晴らしい、ブラボーブラボーブラボー、いいね、やっぱこのゲームやってきて身についたゴリ押しの力、素晴らしい頑張ればクリアできるんです、皆さん。どんなゲームでも、そう、皆さんもゴリラになれ。ドンキーコングは教えてくれたよ、俺たちに。ゴリラってことを、アリゴリ、アリゴリラ、アリゴリラ、ウレゴリラ、アリゴリラのウレシゴリラ、よいしょ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 、ドーン、ウレシゴリラして、モチゴリラ、おいおい、モチゴリラ、はい、もう一回、モチゴリラ、よいしょ、投げてから爆発してほしかったな。マブス、大丈夫大丈夫、ダメージ食らってもどうだね、はい、ダメージ食らってもどうだめだから大丈夫、ういオッケー、おつぽよー、ナイスやばい、ダメージ食らっていい、ボムヘイステージマジ簡単だ食らっちゃダメなやつめっちゃ難かったんだけどな、結構嬉しいね、こんな簡単で。オッケー、さあナイス攻略でした。じゃあ次行こうか。さあ次これだね、ビームステージ8面8プラス通常ステージのラストですね、ここで。もうやめたいですね、50秒。まず、このコースは、もうよくわからないので、頑張ってもろて、これ、マジでこれスイッチ押す意味何これ今。今スイッチ押す意味あったこれ。ないよな一回やり出そう。わけわからん、待って。は？あ、
そういうことか。下に落とす意味があるんだ。いや、いる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 、これこれでいい、これでいい。やつを連れてくる必要ない。あ、ブス。よし、この状態で降りてきなさい。で、赤を押して待ちなさい。ちょっと一回ゆっくり行こう。慌てない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 ジャンプ、慌てないジャンプ。オッケー。で、青色押せば勝ちってことやな。おいおいおい、どうすんだこれ。どうすんだこれ。俺は上で待っときゃいいのか。よいしょ。やべ、時間切れだわこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。時間が足りんわこれ、さすがに。こっち来て。えい、あ、これゴミ箱持ってこない赤いやつやった。オーマイガー、ごめんよ、またな。よし、さてこれで一旦上に投げといて、よし、こっちに来て、ミニマリオクちゃんがこっちにしっかり、はい、来てもろてっていうルートですね。ちゃんとゴミ箱用意しましょう皆さん。ういゴミ箱があればクリアできる。オーケー、ナイス。時間かかるな、ここ。むずいな。いや、8プラス、ちょっとエグいかも。8プラス半分だけにしとこうかな。ね、なんか、次回エキスパート全部埋めて、8半分にしようかな。ちょっと、長え8やっぱ。ねえ。さて、いきなり大問題ステージ来た。大問題大車輪。はい。第7車輪。行くぞ。機関機関機関。危ない、死ぬかと思った。ゴールどこ？上か。ふむふむふむ。ということは、まあ、ダメだ、こっちからだ。こっちからだ。よし、時間切れかもしれません。ふん、機関。あ、股間に。よし、ちゃんとついてきてね、ミニマリオくん。おい、で、これ待つ、ここで一回待ちます。一巡待ちます。一巡待っていこう。時間足りないかもしれません、一巡待ったら。あれ一巡待つ余裕ないけど、どうすんのこれ。え、これマジ間に合うんかこれ、ミニマリオ。頑張って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 。あー、いけるかもしれん。うい、うわ、ゴリ押していけた。よし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 、ナイス。一巡待つ必要なかったぜってやつね。有効射程がちょっとあるんだろうな、ちょっとピリ。よし、オッケー、ナイス。さて、これで8の2攻略。結構やっぱむずいな、8面は、ほんと。さあ、8の3。昔俺どうやってクリアしたのかわかんないけど、やっぱタイムアタックじゃなかったから、やっぱゆっくり攻略してたんだろうねって思うね、やっぱ今のみたいに。はい、次のコース。なるほどね。なるほどね、ここは。そういうことか。ねえ。そういうことか。行くぞー。あ、そういうことか。よし。待ちな。はい、行こう、そういうことかって。はい、ここも、はい、ゆっくり行こう。はい、そういうことか。よし、行こう、今だ、今です、今です。 OK、 はい、上だよー、上だよー、つぼよー。ナイス、鮮やか、拍手。よし、よかった、半分にしとこう。さあ、次回多分最終回かな、これでね。残ってるのはエキスパートコースのタイムアタック運命と、今の8面の半分です。残りはこれをやって次回で完結となることでしょう。エキスパートコースもう一回全部やるってマジ。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。ダイダラでした。おつぽいよ。